北上みちのく芸能祭りは毎年8月上旬に北上市内で開催され、鬼剣梅、獅子踊り、神楽や田植え踊りなど100を超える民族芸能団体が集結、市内各所で披露され見る者を魅了します。中でもフィナーレを飾る花火大会は東北有数の規模を誇ります。民族芸能の宝庫と呼ばれ、古くから数多くの芸能が受け継がれてきた北上市。高度経済成長期の1962年、昭和37年にこの地の多様な民族芸能を全国に伝えるべく始まったのが、みちのく郷土芸能祭り。第1回の祭りは北上商業高校、現在の仙台北上高校の校庭で開催され、21団体が出演、数千人の観客が集まりました。その後、祭りの大改革を行い、1971年、昭和46年の第10回を迎える頃には観客が10万人を大きく超える規模まで拡大。3年後には国鉄から東北六大祭りの一つに指定され、翌1975年、昭和50年には名称が現在の北上みちのく芸能祭りに。1982年、昭和57年の東北新幹線北上駅開業を機に夜型に移行。出演団体は70を超え、成熟期を迎えます。平成に入り、新北上市が発足した1991年の第30回は出演団体の100を超え、サンバや海外団体を招致した多彩な祭りへと発展。民族芸能の保存伝承や東日本大震災からの復興祈願など、さまざまな思いが込められるようになりました。60回目を迎えた2021年は新型コロナウイルス感染拡大のため見送りに。年間70回ほどの公演をしていた岩崎鬼剣梅保存会にとっても、発表の場はおろか練習もままならない1年になりました。剣梅出て一番楽しみにしてるのはやっぱり芸能祭りだからね。とにかく人に見てもらって、目いっぱい汗かいて踊った後の爽快さはやっぱり踊った人だねば分からないかもしれない自分の中での、まあ、夏のイベントっていうか、夏といえばっていう感じのやつがなくなっちゃったんで、復活してほしいですね。普通に生きてればなかなか大勢の人から拍手もらったりとか歓声もらったりってすることはないと思うので、まあ、そういったところはこの魅力の一つですね。鬼剣梅は勇壮で激しい所作がある一方、穏やかで格調高い踊りも見られるのが特徴で、お盆の精霊供養や神社祭礼で奉納される民族芸能です。鬼剣梅団体は市内に13の保存会があり、その他市内外の団体を合わせると30を超え、北は北海道、南は京都でも芸能を継承しています。その源流といわれる岩崎鬼剣梅は1300年の歴史を持ち、昔ながらの舞を伝えています。そんな彼らが鬼剣梅を始めたきっかけとは。岩崎鬼剣梅保存会の皆さんが鬼剣梅を始めたきっかけとは。記憶があるのは大体3歳ぐらいから。本格的に始めたのは小学校からで、それまでは独学で、かっこいいのもあるし、上手くなっていきたいなって思って、まあ、ビデオとか見て勉強とかにしてました。小さい頃から鬼剣梅は身近にあった。もう自然とですよね
まあ、単純にみんな好きなんでしょうね、この券売、はい、保存会の皆さんは幼い頃から鬼券売に親しみ、物心がつく頃にはハマっていたんだとか。それもそのはず、地域の小中学校やスポーツ少年団では鬼券売に取り組む児童や生徒がたくさん。こちらは小学1年生から中学3年生まで55人が活動する岩崎鬼券売スポーツ少年団です。鬼券売好きになってほしい、で鬼券売を踊るのが楽しくなってほしい、それがあってこそ身についていく、みんなでやっぱり上達しようという気持ちも出てきますよね。受け継いでるなということが、そう思いながら踊っているので楽しいし、やっぱりみんなと協力しながら踊れるし、すごく楽しいなっていう。地域の人とかの前で一生懸命踊ってよかったよとか褒められると嬉しいなって。発表の場があると非常にテンションが上がって、みんなに見ていただいて拍手をしてもらったりとか褒めてもらったりすることによって、みんなやっぱり楽しんでいける、続けていける。練習を重ね、大勢の人の前で披露する楽しさ、子どもたちにとっても保存会の皆さんにとっても、北上みちのく芸能祭りは大舞台なのです。市内の各団体の子どもたちが一堂に会しておりますので、やっぱりみんな刺激をもらえますし、やっぱり自信もつきます。民族芸能の継承には発表の場が必要。皆さんが口を揃えるのはコロナ収束後、北上みちのく芸能祭りの開催を望む声でした。芸能の皆さんもものすごく真剣に取り組んでますね。全身全霊でも芸能に取り組んでるっていう人たちが結構多い。その時期になってみないと分かりませんが、2年分できなかった分をですね、来年61回にですね、思いっきりぶつけたいなっていうふうに思っています。お祭り自体もやっぱずっと伝承していきたいな、60回までですね、本当に支えていただいた皆さんにですね、本当に心より感謝したいな。100を超える民族芸能団体が一堂に会する祭典、北上みちのく芸能祭り。次回の開催、また集える熱き夏の再来に期待します。